クロマーティ伯爵は、イギリスの伯爵、貴族、連合王国貴族爵位。これまでに二度創設されており、前者は、スコットランド貴族として、後者は、連合王国貴族としての助爵である。いずれも、マッケンジー家に対するもので、後者が現存する。1979年以降、伯爵家の歴代当主は、マッケンジー氏族の氏族長を兼ねる。一族の邸宅は、 ロスシャーシューディンゴール近郊のラウド城。初代伯、ジョージ・マッケンジー・マッケンジー氏族は12世紀以降には、スコットランドのロスシャー地方を本拠地とした一族である。その一族のジョン・マッケンジーが1628年に、ノバスコシア・順段尺くらいの順段尺に上されたことが、クロマーテ伯尺家の講師である。この順段尺位は、彼の直系、非直系を問わない男子への相続を、 認めるものであった。その息子である二代巡弾爵ジョージは、スコットランド国務大臣を務めた政治家で、1685年に、スコットランド貴族として、タワバット爵及びマクラウド・キャスル平文教に除された。ついで1703年には、クロマーティ伯爵に、ノボル爵した。初代伯の後は、その長男ジョンが爵位を相続した。また、 翌年には順段尺位を王冠に戻した上で、次男ケネスに再授与がなされている。詳細は、マッケンジー順段尺を参照。しかし、三大白ー寺は1745年ジャコバイト放棄に参加したため、大逆罪による死刑を宣告された。ただし、彼は1748年に領地と一切の地位に、 かかる事故の権利を放棄する代わりに、恩赦を受けてその死等を減税られている。一方で、不備えた全ての借位は剥奪された。マッケンジー一族の所領は三大伯ジョージの甥いにあたるケネスが相続した後、彼の死後は三大伯の娘イザベラに継承された。イザベラの後は、彼女の娘マリア、その子ジョン、さらにその一人娘アンエと相続された。 初代女伯爵安第三代クロマーティ伯爵のやしゃゴにあたるアンヘイ・マッケンジーは1849年に第三代サザーランド公爵と結婚して三男二女を設けた。彼女は自身の権利として1861年に連合王国貴族爵位のクロマーティ女伯爵、クロマーティ州ターバットのターバット女子爵、 クロマーティ州キャスルヘイブンのキャスルヘイブン女男爵、及びクロマーティ州におけるラウド城のマクラウド女男爵に除せられた。彼女の除爵時にはすでに長男ジョージは溶接していた。他、次男クロマーティは、夫のサザーランド公爵くらいの法廷推定相続人であった。そのため、上記四爵位には三男フランシスとその両系男子に、加えて、長女への残余見を認めた。 特別規定が備わっていた。初代女白案が死去すると、特別継承規定に基づいて三男フランシスが、その後を襲った。しかし、二大白フランシスは借位を継承したのもつかの間、終職翌年の1893年に死去した。彼には二人の娘しかいなかったため姉妹以下の優劣がつかず、クロマーティ白借位以下すべての借位は、停止状態となった。 その後の1895年に姉のシーベルが第三代女伯爵に認められたため停止解除となった。官報、ロンドンガゼットによれば、この際に伯爵くらいの継承条件は三代女、伯爵シーベルの両系男子に変更、限定化されたとする。その彼女の長男にあたる四代伯ロデリックは1979年にマッケンジー氏族の氏族長に認められている。 その息子の五代白ンがクロマーティ伯爵家元当主である。なお、クロマーティ伯爵家は、女系継承を認めるサザーランド伯爵くらいの潜在的な継承権者である一方、男系相続のみを条件とするサザーランド公爵位に関しては、相続権を保持していない。元当主である第五代クロマーティ伯爵、ジョン・ローリー・グラント・マッケンジーは以下の爵位を有する。 法定推定相続人は、現当主の息子で、アルターバット主爵コリン・ローリー・マッケンジー。四つの紋章は、左から、マクラウド家、マッケンジー家、アソル公爵、マレーヤ、アースキン家のもの。二大伯は、マクラウド家の財産を引き継いだこと、三大伯の母が、アソル公爵家出身であったこと、初代伯の母が、旧家アースキン家の子女であったことにそれぞれ由来している。 1895年にロンドンガゼットによれば、三大女白の、両系男子に限定されている。彼の王子、ケネス・マッケンジーは1609年に、マッケンジー教に上されており、その息子コリンは、シーホース伯爵に少女している。これは、クロマーティ伯爵家創設よりも早く、一族初の女爵例であった。島遺憾の優劣がつかず停止となるケースは、 イングランド貴族爵位の男爵などでは参見されるが、子爵以上の爵位では稀である。類事例には、イングランド貴族爵位のアーリントン伯爵の事例が挙げられる。ありがとうございます。